古豪復活をかけ今大会ナンバーワンサウスポー川口を擁し京都西との対戦に臨んだ平安。川口立ち上がり自ら2アウト満塁のピンチを招き味方の守備の乱れから1点先制されます。さらに2回にも2アウト1塁3塁のピンチ。ここで京都西3番矢野にタイムリーを浴び平安2点をリードされます。平安は6回にスコアリングポジションにランナーを送るものの後が続かずゼロ更新。そして試合は最終回、最後のバッターも京都西のエース牛島の前に倒れ平安準々決勝で姿を消しました。1点を追う北佐川9回表ツーアウトながらランナー2塁のチャンスで長谷川の当たりはラッキーな内野安打。2塁から一気にランナーが帰り北佐川が土壇場で同点、延長戦に持ち込みます。そして迎えた延長10回、流れをつかんだ北佐川ランナーを1人置いてピッチャーで4番の山田が勝ち越しタイムリースリーベース。この後さらに3点追加し7対3とリードします。勝ち越しタイムリーを打った北佐川のエース山田はその裏花園の反撃をしのぎ北佐川が5年ぶり3回目の甲子園出場を決めました。